1990年最高裁判所裁判官国民審査は1990年2月18日に第39回衆議院議員総選挙とともに執行された最高裁判所裁判官国民審査。8人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ全員罷免しないとされた。投票率は70.56%であった。 1989年12月13日に最高裁裁判官会議は28道府県の41の地下裁支部を廃止する規則改正を行った。支部廃止の対象となった地方自治体の反発は大きく、その決定に関わった最高裁裁判官への反発が罷免票の増加につながった地域もあった。松山地火災やわ浜支部の管轄区域である。 ヤワタハマと西和郡、福岡地火災山岸部の管轄区域であり、天岸と浅倉郡で最高裁裁判官秘免を求める住民運動が展開され、これらの地域では秘免要求率が増加した。この国民審査において、墨田区選挙管理委員会から東京都選挙管理委員会への報告の過程で、不信任と信任の票を取り違えるミスが発生した。 このミスはその後の確認でも発覚せずそのまま確定結果となった。その後に有権者からの指摘でミスが明らかになったが審査会が終了し審査結果が確定した場合に結果を訂正する手続きが法律上ないために公式記録は誤ったままとなっている。 公式集計墨みだくの結果を修正したもの1990年2月18日までの最高裁判決における意見。ありがとうございます。